ずっとラーメンです。いやもうラーメン好きですよね。もう本当に素晴らしいものじゃないですか。少なくても月1回は絶対に来てますね。うまかったです。もう辛さが食欲が逆に増していく感じでうまかったです。昔満州1999年27、28、留学生で来てて、日本のラーメンと中国のラーメン全く違うんで、こっちの方は全然美味しいんで、僕はラーメン屋さんが天下一品から恵比寿三島から原宿の孔明、そしたら渋谷の空海、六本木の牛骨のラーメンですよね。まあ、あとなんか小さいのところ何軒とあったんですよね。はい、そしたら一番最後は、僕オープンする前に吉祥寺のカンクロというラーメン屋さんが、それから5年ぐらいはやったんですよね。5年ぐらいはやって自分が独立しますよっていう感じでここに来たんですよ。結構いろんなところ行ったり来たりやんな。アルバイトでさ、掛け持ちでさ、いろいろなさ、朝と口や昼は口とかさ、ずっとラーメンです。いやもうラーメン好きですよね。もう本当に素晴らしいものじゃないですか。麺はほぼ3違うんですよ。こちらはまあ中太の麺で、こちらはまあ太麺ですね。味は全く違うんですよ。すぐ一緒なんですけど、こちら中太麺、こちらパズケの太麺です。これがなかなか伸びないんですよ。これは自分がこういうものは使いたいっていうのを、僕がいろいろやっていくっていう感じで、ニンニクなし。
店は、多い時で週2回、少なくても月1回は絶対に来てますね。大体カット醤油で、たまに寒い時期は味噌を食べたり、いつもは醤油ですね。なんか二郎と若干違くて、かつお節乗ってたりとかするんで、また雰囲気違うんで、いつもそれを楽しんでます。すみません、ガッツカルビそのニンニクありでお願いします。はい、お待たせしました。辛味噌。ニンニございました。うまかったです。もう辛さが食欲が逆に増していく感じで、まあ、好きな人嫌いな人分かれると思うんですけど、自分は辛いの好きなんで、逆にこれぐらい辛い方がこうどんどん食欲がそそられるっていうか、そんな感じで、味噌とマッチしてて美味しかったです。体の中から温まっていく感じで、本当にこの量でも全然自分は食べられるから美味しかったです。一般的な二郎よりもちょっと細めで、どっちかっていうともちもちしてる感じの麺で、自分はこっちの麺の方が、まあ、食べやすくて、食感も好きかなと思いました。